はい、今からですねアクアちゃん帰ってきて、まあ10分20分ぐらい経ったんですけど、ご飯の方をですね、あの病院の方からもらってるかとかちょっと確認取れてなかったんで、まあ食べれるかちょっというのを確認しながらちょっと上げてみたいなと思います。水分とかもですねちょっとも飲んでいただきたいので、ウエット系をちょっと上げようと思います。そうですね、本当に食欲あるんじゃないかなと予想してるんですけど、どうでしょうか。元気はですねすこぶる良くて、まあおもちゃとかで遊ぶとかはまあする気ないですけど、ちょっと何言ってるか分かりませんけど、はい、そんな感じですね。まあ、ちょっとご飯をあげようと思います。食べるのはい、どうぞ。たまごさんはですねちょっと我慢してもらいたいということで、あら、もうすごいな、すご、赤ちゃんどう、ご飯もらった？まあこれは子猫よ、子猫用のちょっと栄養が高い方ものをあげてます。あと細かいけね、消化がいいかな。どう食べるんやん。食欲はすごいあるね。あ、よかったです、安心しました。まあ、食欲がですねないっていう子もいるみたいで、ちょっとやっぱその不安だったんですけど、まあ見ての通り、どう赤ちゃん、どうですか。うん、美味しい。ちょっと高いね、台がね、少し高いけど。美味しい。ああ、そっか、これぐらいのが喉通りがいいんか。美味しいですか。あ、食欲に関しては問題なさそうですね。うん、うん、すごい食べてる。もういい？もらった。あ、どうした？なんか下がったね。うん、ん、まあね、獣医さんだからちゃんとしてると思うね。ああ、あれ、もういい、もうもらったんかな、ご飯。もらったと思うよ。もらったんかな、もういい、アクアちゃん食べるの。食べる、美味しい、よかった。そんな下がり癖あったかね。服がちょっと気持ち悪いんかな。うん、まあそうですね、バシ、まあバシまではちょっとお服着てもらおうかなと、うわ思いますけど。もうタマちゃんいいよ。タマちゃんはそれダメだよ。まあね、ちょっとだけよ、タマちゃんもお祝いね、アクアちゃんが無事帰ってきたからタマさんも嬉しいって。暗い、動画がなんか暗いな。はい、まあというわけでアクアちゃん食欲はありました。もしかしたらちょっとご飯もらってたかもしれないですね。食べる分は食べてくれたんで、はい、よかったなと思ってます。まあそれではですね、またちょっと投稿見守りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。